リヨタハタチ。身はすごいことになってるでしょ。はい、どうも皆さんこんにちは、リョータです。今日からロックダウンが解除されました。ロックダウンが解除されたんですけど、また24日はロックダウンが起きるということで、この日はスリランカの祝日みたいで、この日は外に出れないということで、24日だけはまたロックダウンという形になってるんですけど、それ以外は一応解除ということで。おい、スリランカの感染者はちなみに減ってないです。ずっと2000人をちょっと超えてるくらいのラインで、ロックダウン中も減らなかったですね。こんなに厳しくやってるスリランカは減らないのに、ゆるゆるの緊急事態宣言をやってる日本が減ってるという、ちょっとおかしな状況になってますか。スリランカの街中がどうなっているのか、今日これから映していきたいと思います。今日は外に出れるということで、いろいろ買いだめしていきましょう。まず携帯のデータを買いに行きたいと思います。あ、いつも買ってる餃子屋さんは一応閉まってますね。ちなみに僕らの野菜はどう、野菜とか豆とかどうしてたんだっていう話なんですけど、多分海軍の人が持ってきてくれたり、あの家の近くの路地の商店とかだと野菜とか売ってたり開いてたりしたんで、そこで仕入れたのかなとは思います。全くロックダウンの気がしない。これは余裕で開いてるお店。すいません、余裕で開いてるわ。ただまあもちろんみんなマスクはつけてます。はい、八百屋のおっちゃん、おっ、ゲート閉まってんじゃん。やべえな、閉まってる。データ、携帯屋さん閉まってましたわ。別のところで買おう。まあ、外国人の僕はめちゃくちゃ見られますね。髪の毛も変な髪型だし。ちなみに明日髪の切り行きます。ハロー、出た、やろう。ここ前すぐいい、無事データ購入完了しました。6ギガ分買いました。前も言ったんですけど、 YouTube とか Facebook とか WhatsApp はデータフリーで使えるので、それ以外の部分 LINE とかネット検索とか、まあ家にある Wi-Fi はあるんですけど、まあみんなで使うんで、まあ最低限のところは自分で買ってます。だいぶ賑やかだね。ハローハロー。あ、お酒屋さんやってますね。お酒屋さんやってる。スリランカのお酒屋さんはなんでかわからないんですけど、みんなこそこそ持って帰るんですよ。買ったら色付きの袋とかに入れて、でそれを車とかトゥクトゥクとかバイクとか、もうカバンの中とかスッと入れ込んで持って帰るんですね。あまり人前で飲むっていう行為が容認されてないのかな。渡るぜ。やめよう、危険だ。行くよ。うわ
暑い。一応今パスポートとワクチンパスポートは持ってきてます。あのワクチンパスポートってのが2回もうワクチン接種しましたよっていう証明書、世界中どこにいても使えるみたいなんですけど、一応それは持ってきてます。よっしゃ、開いてる開いてる。あれ意外と車が少ないから人いないのかな。ちょっと楽しみ。ロー。Good afternoon. Good afternoon. You want to go to Kyoto? Yes. めちゃくちゃ涼しい。めちゃくちゃ涼しい。あ、モト君発見した。はーい。行こう。よし。こちらのスーパーマーケット、おそらくスリランカで最も多くの数の店舗を展開している、多分有名なお店です。ケールズ。どこに行ってもありますね。僕らの住んでる街にも2つくらいあります。はい。で、中身がこんな感じですね。品揃えはちょっと少なくなってんのかなと思いました。このロックダウン中多分ここもやっていなかったと思うので、で、この後めちゃくちゃ不思議なことが起きるんですけど、目の前のパンが落下するというね。あの、もう一度見たい方は巻き戻ししてみていただければ。パンが勝手に上から落ちてきました。で、今回からオートミールをちょっと食べ始めようかなと思っておりまして、オートミールも結構種類がいっぱいあって、いろんなの試してみようかなと思っております。で、スリランカに来て牛乳ってあんまり飲んでなかったんですけど、これを機にまた朝から牛乳飲んでいこうかなと思うので、一応低脂肪牛乳を選びました。低脂肪牛乳の方が基本的にタンパク質が多くて脂質は抑えられるのでおすすめです。で、ここが紅茶ゾーンですね。全部そんな高くないですね。で、この安売りしてるこの緑のやつとかは1箱70円とか80円とかで50パックみたいなの入ってる。めちゃくちゃお買い得で美味しい紅茶です。パンテーンのシャンプーがかなり置いてあります。で、僕の生活の一番大事なものといっても過言ではない柔軟剤コーナーですね。柔軟剤は手洗い用と洗濯機用で2個使い分けてます。で、こんな感じでいろいろ今回買いました。コーヒーのストックも買って、ピーナッツバター買って、で、部屋にネズミが出てる可能性がちょっと出てきたので、ネズミの、何?粘着シートみたいなのも買いました。で、歯ブラシとか、まあ、その他いろいろ。買い物終了。めちゃくちゃ買った。もうね、いつロックダウンって言われても困らないような万全な対策を取っております。持ってる左手が張り裂けそうです。いやー、なんか外界の空気を吸ってフレッシュになってる気分ですね。朝ごはんパンだけだからちょっとオートミールも増やしていこうかなと思っております。オートミールになんかカレーパウダーとか入れたらなんかうまくなりそうな気がするな。やってみます。買い占めは良くないですけど、必要最低限の準備というか必要最低限の買い物は必要です。必要最低限の、これ渡るぞ。渡れねえなー。行くぞ、これ行くよ、これ行くよ。ういういうい。今のはお酒を買って急いで車に戻ってる人ですね。並んでる。めちゃくちゃ人気なんだよね、やっぱ。いかがでしたでしょうか、ロックダウン明けのスーパーでの買い物。え、ここ芝生めっちゃ綺麗やん。この芝生がいいな。はい、ロックダウン明けのスーパーの様子いかがでしたでしょうか。街は何事もなかったかのように普通に戻ってました。まあいいことだと思うんですけど、まあ、感染者がね、人口の割にめちゃくちゃ多いんで、
まあ、そこら辺自分自身のしっかり体調管理しながら、まあ、感染症対策はしっかりしながら、自分が感染しないように人に感染させないように、変異株も来てるみたいなので、僕らのワクチンがどこまで通用するのかわからないので、まあ、最善の注意を払って生活していきたいなと思います。最新情報はインスタグラムの方でアップしてると思うので、そちらもチェックしていただければなと思っております。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまたね、バイバイ。もう見て、もうね、感覚なくなってきた。バイバイ。右と左持ち替えよう。相席食堂やってるけど、相席食堂こんなオープニングやつ。